カラマメ、ペルシャたちアは、日本初期に現れる覇きからの人物。カラマメは、インド、ペルシャは、ペルシャであり、トールアは、インド人の人名の語尾であると言われており、固有人名ではないのではないか、と言われている。高徳天皇の白地五年、夏四月に、トカラ国の男二人、女二人、シャイの女一人、風に、ひひてひなたに流れくれりとある。その後、 西明天皇三年、トカラ国の男二名が、天見大島へたどり着いたと誤認して、畜死に漂流したとあり、五年、トカラ人が妻の社員夫人と共にやってきたともある。これらの記事は、同じ一行の記録を記したものであり、暴風雨に遭い、バラバラに漂着したものと考えられる。そして、一行の狩猟が口実する、カラマメ、ペルシャたちアなのではないか、と想定される。 日本初期巻、第25、26、29には、トカラ、トカラ、ダラや、シャマモルと表記される国が登場する。前者は、中国側の資料に登場する、大化のことであるとする説や、単ラとする説もあるが、タイのメナム川下流に存在したドバーラバティ王国に、否定する説もある。シャマモルは、インドのガンジス川中流のコーサラ国の王都である者。 守る城のこととされている。旧、当時の南蛮殿の俵の城によると、ドバーラバティは、上岸十二年と二十三年に、唐に剣士をしており、上記のトカラ人の漂流の記録と時期が符合する。最明天皇六年、同国の人であるカラマメ、ペルシャたちあが、元の国に帰ろうとして、創子に、願わくは後に大国にあさらむ。ゆえんに妻を止めて、表とすといって、 数十人と西の海の道に入っていった、という。その後、彼らがどうなったのか、記録が残っていないのでわからない。残された、茶守と、奈良の女たちは、天武天皇4年の1月に、大学寮の学生、恩妙寮、との薬寮、くだらの子に騎士義満白木の市長らと共に、薬及び珍しいものを捧げて信条した、という。ありがとうございます。